今日はね、札幌競馬場に、ね、来てます。野球帰りにね。顔映さない。真島さんは映すよ。普通に無理するじゃん。何番から買ったの？一応10番。見せてもらっていいですか？うん、どうだろう。今日買ってみたらあんまり来る気はしない。結果は流しなんだけどね。10番軸にして流せばよかったんだけど。最近結構競馬6万人け、10万人から当たってね。当たって。今日は13番からワイドを奪われんじゃなくてワイドですね。なんかありそうな感じ。当たってんの？いや、わかんない、わかんない。50でしょ？50。おめでとうございます。嘘。え、ここでしょ？5番と50。ここ誰よ？50誰よ？ここ誰よ？誰？あ、5来た。あ、5来た。10番も来た。50。やっぱり5だった。おめでとう。入った。すげえ。5は人気？うわ、波フールだって。波フール。波フールが。ナミュールあれ、前回ビクトリアマイルか、うん、あれでこけているけど、本番本当は安田狙ってるんじゃないかなと思ってて、うん、ね、さすがです。ら、うん、来た、ガッツポーズ出てます。落ちます。僕ら好きなアイドルね。やっぱそうです。920円。ワイドだし。ちょっと待って。これからの選別を。はい。あ、ありがとうございます。100円入れたんで、1000円になるんで。こたぼ。うわ。すごいしね。おいしか。俺の塗ったコーラは。いや普通、あ、いや美味しい、美味しい、美味しい、美味しい。うん。うん。今日はね、珍しくね、3人みんなプラスで終わります。今日の3人で来たんだけど。今日は、ね、みんなプラス、よかった、結構よかったってこと、いい日だ、いい日です。